皆さんこんばんはということで始まりましたバックス TV。 司会はおなじみ MC 渡辺大輔です。どうもイエイ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 。はい、というわけで、はい、まあ自分の話は置いといてですね、もう早速もうこの3人呼んじゃいましょう。とりあえずどうぞ。イエイ。とりあえず告知 OK。 何言ってんだイエイ、小沢蓮です。マイブームは LINE つむつむ。うん、そうか、そこで言うと、イエイ、マイブームはグミ食べること、イエイ。うん、なんだお前ら、おい、いつも通りじゃねえか。マイブームをね、マイブーム、うん、言ってねえじゃん、言ってねえでしょ、ね、クッキングです。タラコスパ作ってきました今日。うわぁ、うまそうっすね。はい、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 ごめんなさい、なんだこれなんだこれ、やばい、まあ、というわけで、はい、今日始まりましたけども、はい、まあ、今日は本当自分のもう本当に仲間という仲間を、ね、お呼びいたしました。というわけで、本当に素敵なお二人を呼んでおります。おお、というわけでゲストのお二人どうぞ。どうも、はい、というわけでゲストの、はい、お二人なんですけども、じゃあ自己紹介の方を早速このカメラに向かって、じゃあトモの方から。はい、はい、はじめまして、吉田智弘と申します。そうです、細々ながら役者をやらせていただいております。結構やってるでしょ。いや、もう細々でございますので。そうか、はい、はい、どうもよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ続いて、はい、そしてラチシンジです。アメスタ初めてなんですけれども。お、初めてな。そう、そうなんですよ。どうも、そう、初めて。あ、どうも、ヤオカさん、お願いします。よろしくお願いします。さあさあ、というわけで、まあこの3人もちろんね、共通することはあ んだけど、まあその前に、はい、なんかラチなんかあるんでしょ。そうなんですよ。え、なんすか、あれ、今月19日、なんと先ほど出した、はい、これ、CD リリースされまして、え、お、僕はあの、オートライブというグループをですね、あ、グループ組んでやってるんですよ。あ、そうなんだ、それがリリース。そうなんです。え、いつもうしてんの。もう19日に発売しました。発売されてんだ。そうなんですよ、ぜひ、はい、え、しかも何 PV やんの。PV、 そうなんですよ。え、嘘、ちょっと待って、この番組始まって以来の PV 第1号じゃん。え、すげえ、かっけえ。なになに、ちょっとほら、ワイプで抜かれてっかんね、二人。あらー、確かにすごい。あらら、まだ出てきたのに抜かれてっかん。これ出てきて、ここでハイタッチしないんだね。うん、しないんだ。漫才で、これで通り過ぎて終わっちゃうんでしょ。それは物語になんない。これ僕です。ざけば、え、これもう一人しかいないってこと。いや、2人ずつ。あの全員で5人なんです。あ、5人の、はい、ダンサーも3人いて、はい、え、ちょっと待って、あれだよ、あの方だよね、あのバニークルーの植木だよね、はい、植木剛さんだよね、と、あのボーカルとクイーン。あ、そうなんだ、はい、だって植木剛さんめっちゃダンスうまいでしょ。あのブレイクダウンの世界。そう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 、あ、そうなんだ、超かっこいいんだけど。あ、ほんとだ、ダンス。ライブじゃないですか。え、この PV は、え、こういうとこで流すのって初めて。どっかで自分たちのグループのやつを流すとか。ああ、そうなんだ。もしかしたらこれだって初めて見る人もいるでしょ。そうですね、いやー、これは貴重じゃないの。だって実際は購入しないと見れないでしょ、 PV。 まあ YouTube でも見れますから。ああ、そうなんだ。あ、 YouTube で見れるんだ。じゃあみんな検索。いやー、かっこいい、マジか。もう実際多分買った人いるんじゃないですかね、この中で見てる人の中で。えー、俺知らなかった。もっと早く知っときたかったな。あのアニメ弱虫ペダルのエンディングテーマを。えっ、そうなんだ。そうなんだ。結構ね、舞台化もされてるしね。そうそうなんです。今話題の。はあ、そうなんだ。じゃあぜひぜひ皆さん買ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、超かっこいい。まあまあまあ、それも素敵なんですけども、はい、今日の一番はこの3人の通じてる絶賛稽古中の、おチルの誓いよ。
ございます。まあ本当ね、今日もね、3人稽古してて、さっきまで稽古してて、さっきまで稽古してて、熱々の稽古さ、まあね、その中でね、まあ、あの3月に、まあ、東京公演から始まるわけですけども、はい、まあ、あの簡単にね、あのちょっとあんまりバラーって喋っちゃうと、うん、全貌が全部明らかになっちゃうから、うん、簡単にちょっとあらすじを、まあ、俺も含めて話すから、うん、そうですね、まあ、ちょっとなんか、まあ、まずお二人からなんかそういうあらすじ的なちょっと簡単に分かりやすくなんか言えたら、うん、どうかね、どうですかね、あの神戸湾をあれですよね、こう開いたものにしてる、淡路島、はい、ね、兵庫の淡路島という島がありまして、うん、そこをこう拠点にしているお話なんですけれども、そうそうそう、意外とね、ちょうど平の清盛ぐらいの時代のお話なんですけど、一般的な史実ではこうちょっと書かれてないような、うん、ちょっと深いお話では、そうそう、ね、でも皆さんが結構よく知ってる方言の乱とかさ、うん、ああいう、はいはいはい、ね、知ってるでしょ、勉強とかした、うん、ああいう時代のやつが結構話にも流れてくるから ね、入ってきたりとか、まあでもその中で、まあ、要はその港をね作ったっていうその男たちがいるんですよ、はい、その、まあ、平家側というか、まあ、平清盛の下で、はいはい、まあ、本当に見らない武士としても、はい、まあ、その水軍衆っていう、まあ、その本当に地元の漁師とかが、その港を作るのを手伝うっていう、集めてやってた時が、うん、まあ、今さだって結構重機とかあるから簡単にいろいろ運べるでしょ、はい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 、昔の人ってね、ほんとここと、ほんと体力全部自分の力で、資料とか見たんだけども、ほんとに岩を普通に人が埋めて海に、それで島を作ろうとするっていう、ほんとに残ってんの、そういうのが無謀な、そう、ちゃんとあの淡路島の方にね、そういうなんか資料館みたいな、資料館があって、だからほんとに、まあその全部が全部ノンフィクションかっていうと別なんだけど、まあフィクションの部分はあるんだけども、でも本当にこういう人たちがそういう地の海というか、そこでまあ今でいうまあ大阪湾とかそういうね、まああと神戸港だったら大和田の泊まりとか、そういうのね、でそういうのを作りましたっていう本当にお話だから、まあその中でも結構自分たちの役柄として、まあ友はね本当にもうさっき言ったその地元の漁師として、漁師がこう作業に参加するっていう側の人間、まあ、その中にもね、本当に男たちだけのならではの物語がね、そうそう、出演者はね、出演者はほとんど男の方なの、いやもう全員男、全員男、全員男、そうで、その中にラッチもね、入って一緒に、まあその、はい、まあラッチはまあ水軍衆ではなく、まあ見習い武士でもあるけども、はい、けど一緒に、うん、ここはそう港を作るっていう、今日なんて作業しすぎてもう筋肉痛結構筋肉痛本当に朝から本当に筋肉痛もう本当筋トレやってね、もう本当にいろいろもう基礎から、今日はちょうどあの本当にいつも自分たちがお世話になってる渥美先生という、はい、まあ、立石の方が来られて、まあ、地獄の特訓をしてきたという、そうそう、ここに水たまりができる、まあ、やば被害者3人でやば、まあ、その2人とはね結構対照的に俺はあの別のところで、はい、まあまあ盗賊ぐらいは言えるのかな、そうですね、盗賊、まあ、うん、盗賊、まあ、まあでもそこ、まあ、それ以上はいないんだけど、ちょっと俺は、まあ、要は、まあ、どっちかっていうと対立側、あ、そうですね、うん、じゃああまりその舞台上では絡んだりはそんな多くはない、そこがそあんまり言っちゃいけなかったところ、俺と、まあラッチはちょっと色々と、いろいろと、まあこれをね喋っちゃうと、本当舞台が全部想像できちゃう部分もあるから、あんま言えないんですよね。そうですね、ちょっとそこら辺も楽しみに。だからトモとは、本当その前々回と前回では結構まあ絡むというか、ちょっとあったんだけど、まあ、今回はね、そう、3回目、そうね、ご一緒。そう、3回目で。3人とも3回目じゃない？あ、TS、TS ミュージカル、そうそうそう、今回ね、僕も3回目だから、そう、で、まあ俺は対立側なんだけど、そこで、まあこっち側で頑張ってるね、まあ港を作る人たちっていう部分と、そこで、なんつうのかな、もう裏の話って言っても過言ではないぐらいなのかな、俺の方は悪い人、その、本当に港を作る人たちが、まあ悪い人っていうか、そういう人たちがいる中で、裏でこういうストーリーもあったんですよって、裏で動く人、ただそういうだけの国をそうやって流れてきたわけではなく、こういう人たちもいて苦労があって、はい、こういう時代がありましたっていう、はい、あとじゃあもう歴史を好きな方にも楽しめる、いやもうすごい楽しいと思うし、もうこの時代、今の男たちじゃ絶対できないこの時代の男たちの生き様、うん、ってのがもうガンガン、なんで俺ずっと喋ってるんだよ、いやいやいいんですね、すごい熱さが伝わります、
頑張らないといけないですね。本当男たちだけだから稽古場すごい楽しくて、そう、ね、気楽ですよね、うん、だって他にも出演者すごいね、あの素晴らしい方がいる。まず主演がヨシさん、はい、ダイヤモンドドクター、そう、東山リーダー、ダイヤモンドドクター東山ヨシイサさんっていうすごい素晴らしい方がいますし、まあ自分たちとしてもまあ本当に大先輩でもある、まあ、コンさんがいたりとか、トイさんがいたりとかもして、うん、あとはもう本当に実力派のまあ上野くんとか、まあ、リオとか、はい、あと本当藤岡マサ、ま、くんとかいたりとか、うん、他にもほらテリーさんも今回ね一緒だから、そう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 、テルイさんが、テルイくんってもうその TS とかはもう常連の、ほとんどそっちの方々はみんなこっちがって言って言っちゃい言ってもいいぐらい、確かに確かに、だから俺結構ね今回関わることがないから結構別で動いてるから、だけど大先輩と関わること多いじゃない、トイさんだから、ね、そこはちょっとギリギリというわけでね、まあ、本当に楽しみにねしていてほしいということで、はいはいはい、まあ、じゃあ、まあ、3月21日から始まりますね、21日から31日までの10日間、はい、東京芸術劇場プレイハウスにて行いますので、皆さんぜひ足を運んでください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。というわけでじゃあ、はい、この舞台楽しみにしていますが、次のコーナーいってますよ、はい、さあ早速一つ目のコーナーに行ってみましょう。こんなコーナーを用意しました。ダン、イケメンセブンデイズ。はい、このイケメンセブンデイズなんですけども、うん、まあ、イケメンの日常が多分皆さん気になると思うので、なるよ、今回はゲストのお二人のここ最近の1週間を教えていただこうと思います。よろしくお願いいたします。実際ねこの二人のプライベート俺あんま知らないから、おー気になりますか、うん、あんまりね、そうですね、そう、うんうん、じゃあちょっと教えても、え、どっちからか、まず多分日曜日から行くのかな、日曜日から、日曜日は、うん、日曜日は月曜日から行く、あ、日曜日から行くんだよね、はい、日曜日から行くんだよね、日曜日僕ですね、はい、じゃあ行きましょうか、はい、行きましょう、はい、はい、デレンさんの日曜日、稽古とラーメン、まあ今ね告知させてもらったので、うん、稽古はもちろんあったんだけど ね、うん、あと僕一軒ラーメン屋が好きなラーメン屋がありまして、僕月1ぐらいで結構行くんですよ。どこですか、どこですか、吉祥寺の駅前にある円寺というつけ麺屋さんなんですけど、へぇ、もう自分へのご褒美ということで疲れてきたらちょっと行こうかなと。もう一回言って、吉祥寺の円寺、円寺、円がひらがなで寺っていう、円寺、円がひらがなで寺っていう感じの寺が感じね、それつけ麺屋、つけ麺屋、皆さん行ってください、行ってください、吉祥寺めちゃうまです、その僕はそうですけど、じゃあ続きまして、はい、デレン